皆さんこんにちは。なんとピーマン様、こんなに熱が出ちゃったんだ。コロナかなって思うじゃん。もう何だと思う？インフルエンザだった。意味わかんねえだろ。なんでだよ、なんでだよ。いやもうほんとすいません、ご心配おかけしました。インフルエンザ治りました。なんかね、インフルエンザの前にめっちゃ咳してたんですよ。もうゲホゲホゲホみたいな。でこれマジで絶対コロナって思ったの。コロナだなって思って、友達にね LINE してたんだよ。遊んでた友達、ちょっとコロナだったらマジでごめん、コロナだったらマジでごめんみたいな。でやって、でなんかコロナってさ、どうやってさ病院行くのかわかんないから家に来てもらうやつやったの。家で PCR 検査をしてもらったんです。でも来てもらった時ほんと喉痛くてもうやばいなみたいな思ってたんだよ。で来てくれた男の人がなんかちょっとイケメンだったんですよね。うーとか言ってたら、その人がね、テラピケのヨッシー可愛いですねって言ってくれたの。うざー、喉痛いのにさ、ですよね、これめっちゃ欲しくてやっと買えたんですよみたいなことをね、もう喉痛いのに喋っちゃって、喋らせんな。でめっちゃ喋って、いや僕も欲しくてみたいな、そうなんですか、もう絶対買った方がいいですよ、めっちゃ可愛いしみたいな喋って、もうくさー、喋らせんな。それでさ、そのさ、コロナだったらどうしようって言ったんですよ。そしたらその人が、いやコロナじゃないといいですね、まあ 90% コロナだと思いますけどって言いやがって、この野郎。もうそうだよねみたいになって、まあ明日わかるって言われて、明日まで待ってたの。そしたら陰性だったかんね、あの野郎、ビビらせんじゃねえ。もうやったって思ってたけど、もう全然熱下がんないから、じゃあ何これって思って、もう一回電話かけたんですよ、そこの病院ね。そしたら、あ、なんか今の現状を把握したいというわけですねとか言われて、あ、はい、そうですみたいな、原因が知りたいです、わかりましたってなって、これってインフルなんですかねって言ったんですよ。この時期にインフルとかありますって聞いたら、まあゼロではないですねって言われて、ちょっとインフルをねやってもらおうと思って来てもらったんですよ。また来てもらって、こうやってもらったんです。そしたら、おーおー、インフル A 型陽性、すげーって言われて、うわめっちゃ久々に見たって言われたの。ジュームさん、この時期にわーってなって、二人でわーってなってた。インフルエンザだったよ。しかもなんかツイートのさ、引用リツイートでさ、小文字の同期さんに話したら、確かに時々この季節にインフルエンザかかる子もいるし、去年の夏は子供たちの間で流行ってたけど、わら、でも子供たちだけね、大人はなってない、子供って言っても小学生じゃないよ、未就学児よ、わらわらわらって爆笑してもらえた。ピちゃんありがとう。バカだ、笑ってんじゃねー、バカにすんだ。しかもインフルになる前日にレコーディングがあったんですよ。でもレコーディングいけないじゃん。だからさ、レコーディングの人、すいませんインフルエンザでごめんなさいって言ったんだけど、絶対信じてないよね、絶対信じてないね。こいつ仮病かな、仮病にしてはおもろい嘘つくなとか思われてたらどうしよう。本当にインフルなんです。いやもう本当に面白かった。面白くないけどねこっちは。そしてね、それからね、あ、もうなんかインフルエンザも落ち着いてきたし、動画編集するかと思ってさ、パソコン開いたの。そしたらさ、こんなことになってた。叫んだ、なんか呪われてるかもしれない。あーあー、友達がさ、どこぞのまんじがさ、なんかパソコン壊れたらここに電話したらいいよっていうメモをくれたんだよね、優しいから。だからさ、僕はガリレオ使ってるんだよね。あいつガリレオってさ、メモ帳に書いててさ、そのまま電話で、あのガリレオがみたいな、あ、ガリレオですね電話の人に言われて、めっちゃ恥ずかしい。